時に見た大きな夢は、二人のレンズにはそれぞれ別の景色だった。それでもなぜか二人には美しく見えて、心が硬くなってどうしようもなく叫びたくなったのを今でも覚えてる。姿勢はきっとそれだけで過不足ないから、美しいという限りは出して遠慮を追いかけながら、何も間違いじゃない声を震わせる。